2つのロボにも違いがあってめちゃくちゃ面白いです。皆さんこんにちは、ひろげーです。はい、今回は、忍忍デボス祭で組み立てた忍者と侍のロボの続きになります。前回の動画で忍者のロボ、忍者カイザーについて説明しました。今回の動画では、侍のロボ、侍大王について紹介します。はい、こちらが侍大王に合体する5つの生物たちです。前回の忍者カイザーがジェット機に対して今回は生き物となってます。今回出てる生き物は竜、雲、熊、サメ、鶴です。すでに思ってる方いると思うんですけど、雲って忍者の生き物だろって思ってますよね。実は僕も思いました。当初、これ作った時、やっぱこっちを忍者のロボにしようかなって思ったんですけど、忍者は機械的なデザインにしたかったので、今回は侍のマシンになってます。では、1体ずつ紹介します。まずこちらが機械の竜、騎竜です。はい、こちらの騎竜なんですけどめちゃくちゃ長いです。ちなみにこの騎竜の全長は約49センチです。ほぼほぼ50センチですね。はい、全体はこのようになってます。ロボに合体した時には腕と頭と胸部の一部になって尻尾が刀になります。騎竜の頭部には侍のミニフィグをこのように立たせることができます。なんかミニフィグをこうやって立たせられるのめちゃくちゃいいですよね。ちなみにこちらのギミックは五星戦隊大レンジャーの大連王の流星王と一緒のギミックです。そして前回の忍者のロボはほとんど各メカ稼働しなかったんですけど、今回の侍のロボはめちゃくちゃ動きます。まず口がこのように開いて、前足がこのように動いて、後ろ足もこのように動きます。はい、続いてはこちら、機械の雲、木雲です。全体はこのようになってます。ロボに合体した時には胴体の一部と頭部が頭部飾りになります。この木雲は顎がこのように動いて、足がボールジョイントになってますので、このようにめちゃくちゃ動きます。可動部分は5つの中で一番多いです。続いてはこちら、機械のクマ、キグマです。全体はこのようになってます。ロボに合体した時には胴体になって、前足はロボのつま先になります。個人的にこのキグマが一番スーパー戦隊にありそうなマシンのような形をしてます。ちなみにキグマは5つのマシンの中で一番可動範囲が少ないです。可動するのは基本的にこの耳の部分だけです。続いてはこちら、機械のサメ、キザメです。全体はこのようになってます。ロボに合体した時には足になります。このキザメも口が動いて、ヒレがこのようにボールジョイントで回転して、このヒレもヒンジになっていて、このように稼働します。はい、そして最後こちらがキズルです。全体はこのようになってます。ロボに合体した時には腰になります。頭部はこのようにボールジョイントになっていて、翼もこのように稼働します。はい、忍者のマシンたちと並べるとこんな感じです。いや、もうやっぱ全然違いますね。これスーパー戦隊では別々の戦隊になってます。忍者のマシンがジェット機に対して、今回の侍は機械の生物になってますので、こういった違いもあります。で、ここから侍のロボの裏話なんですけど、実を言うと、これ勘のいい人だったら、あれ?これってまさかあれなんじゃない?って思うかもしれないんですけど、実は竜とサメとクモなんですけど、レゴクリエイターの生き物系のものをちょっといじったデザインになってます。竜に関しては頭部だけレゴクリエイター伝説の生き物のドラゴンをそのまま使っていて、サメとクモについては一回作った後に今回のロボに合わせれるように改造しました。ちなみに鶴とクマは完全オリジナルです。はい、それではこちらの5体の生き物が合体して侍のロボ、侍大王へ合体させます。では合体させます。まずはキザメから変形させます。まず頭部を外して尻尾も取ります。ヒレを下に下げて、胴体を分割。頭部はまずこの鼻のパーツを取って顎を取ります。そしてここをちょっと回転させてこのまま引っ張ります。そして中のクリアパーツも取ります。この足に頭部パーツを入れます。入れる際はここのパーツを使います。反対側も同じくここに入れます。はい、これで合体準備は完了です。この動画見てる皆さんの中で絶対にこの3つのパーツ余るだろうって思うかもしれないんですけど、今回のロボはパーツ一切余りません。では続いてはこちらのキズルを変形させます。まず頭部を外して、ここに取り付けます。翼をこのように畳めば、はい、これで合体準備の完了です。続いてはこちらのキグマです。頭部を外して、後ろ足のパーツを取り外します。はい、これで合体準備の完了です。続いてはこちらのキグモを変形させます。まずこの尻尾を取って、頭部を取ります。で、次に胴体を真っ二つにして、真っ二つにした胴体に尻尾を取り付けます。足を全部このようにします。はい、これで合体準備の完了です。はい、それでは最後、気流を変形させます。まず尻尾を取り外して、頭部も取ります。次に、このパーツと、このパーツと、このパーツを取って、これを引っ張ります。で、このパーツを引っ張ります。で、次に、前足を取って、ここに取り付けて、で、ここのパーツを稼働して、先ほど取った拳を取り付けます。はい、これが侍大王の腕になります。反対側も同じように合体させます。ここに拳を取り付けて、ここを回転。最後にこの頭部のパーツとこちらのパーツを合体させます。はい、これで合体準備の完了です。では、ここから合体させます。まずヒレパーツをここにつけて、前足をこのパーツにつけます。そして、これを軽く押します。反対側も同じ要領で合体させます。で、これを合体させます。これが侍大王の足になります。では続いては胴体を合体させます。まずこちらのパーツをこのまま中に入れます。はい、このように綺麗にはまりました。次に腕を合体させます。合体するとき、ここのジョイントを1個だけ上げて合体させます。裏面にこちらのパーツを入れます。で、次に顎パーツをここにセット。で、ここに鼻パーツを入れます。次にこのクマの足をここに合体。そして胸にこのパーツをセットします。はい、こちらが侍大王の胴体になります。で、最後に雲のパーツとこちらのパーツを合体させます。では、ここから胴体と足を合体させます。で、後ろに熊の頭部を入れます。最後にこちらのパーツを合体させます。顎をこのように開いて、そして最後にこちらのパーツを取って、回転させれば、完成！これが侍のロボ、侍大王です！はい、今回も綺麗にまとまりました。はい、全体はこのようになってます。先ほども言った通り、忍者のメカと違って、今回は生き物が合体してます。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが頭部になってます。今回頭部は鎧武者の兜をモチーフとしてます。ちなみに、この侍大王で一番作るの大変だったのが、実はこの頭部パーツです。この頭部パーツがめちゃくちゃかっこいいです。実を言うと、初めの時は、この雲のパーツはなかったんですけど、やっぱちょっと物足りないなということで、雲の頭部のパーツを入れたら、めちゃくちゃかっこよくなりました。雲の顎の部分が角になってます。ちなみに外した状態はこんな感じです。やっぱ個人的にちょっと物足りなさ感があります。はい、胴体はこのようになってます。ロボの胸にドラゴンの頭部、これがめちゃくちゃかっこいいですよね。僕個人的に胸に動物の顔があるのがめちゃくちゃ好きなので、今回侍のロボはこれを採用しました。裏はこのようになっていて、クモの足がめちゃくちゃ目立ちます。サメで絶対に余るだろうと思ってたパーツを後ろにしました。よくありがちな不要なパーツを背中に持ってくっていうことあるんですけど、今回これめちゃくちゃ綺麗にまとまってます。そして足はこのようになってます。こちらの侍大王は基本的に地上戦を最も得意としたロボです。足がサメなので泳ぐこともできます。それでは可動部分について説明します。基本的に忍者カイザーと一緒で腕しか動きません。まず腕がこのように開いて、変形の恩恵でこのように稼働することもできます。腕はこのように稼働します。なんですけど後ろのパーツに当たっちゃうので一周は基本無理です。ただこのようにワンクリック上げればこのように一周回ります。忍者カイザーになかった拳があります。この拳はこのように回転します。でさらに指もこのように動きます。で、この侍大王の残念なところは、前回の忍者カイザーはミニフィグ乗れたんですけど、こちらの侍大王は残念ながらミニフィグを乗せることができません。スーパー戦隊でよくありがちなコクピット、あれが中にあると思ってくれれば、まあ幸いです。さあ、そして、はい、こちら、侍大王の武器、名前は竜王刀です。では、こちらの竜王刀を持たせます。はい、持たせるとこんな感じです。いや、やっぱめちゃくちゃかっこいいな。やっぱこういった武器があるのがめちゃくちゃかっこいいです。前回の忍者カイザーは結構武器いっぱいあったんですけど、今回の侍大王はこの竜王刀1本のみです。刀で戦うところがまさに侍と言ってもいいです。この侍大王にも必殺技があります。稼働の都合で全然再現できないんですけど、まずこの竜の口が開いて、この刀を加えて、この刀を引っ張ると、炎が出てきて、この炎をまとった剣で相手を一刀両断する必殺技です。まあざっくり言えば、まあ、分かりやすく言えば忍者戦隊カクレンジャーの無敵将軍、あの必殺技だと思ってくれればまあ幸いです。では最後大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。もうおおよそミニフィグ何体分でしょう。